ソラクロゲームズ。はい、おはよう、こんにちは、こんばんは。ソラリスクロックのボーカルギター山下長治です。はいはい、忘れてた。はいはい、ベースの藤井和樹です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ドラムの菅部誠です。お願いします。リーダードラム&マイクラリーダー。はい、というわけでね、前回はダンジョンついたところで震えてます。震えてますね。怖いな。ちょっと明らかに矢で撃たれてたんですけど、今いるかな。いるかな。あ、いますね。まだいますね。これどうしたらいいんですか、こういう場合。リーダー、ここからそうね、ちょっと降りるとやばいですか。降りたら多分帰ってこれないんで、撃たれた。帰ってこれないんで、ちょっと回り込みつつの階段を作りつつので、階段を作る、うん、階段状のね。あ、なるほど、行って、うん、でそれでまあ回り込んで倒すのが一番いいかな。多分俺が思うに、多分リーダーはあの鉄も欲しがってます。あの鉄がやっぱり、でも撃たれる。でもちょっとさっきこれ回収するより多分先にあいつを倒した方がいいと思って、ちょっと階段を、じゃあ階段を作りたいんですが、ちょっとつるはしがね、もう壊れそうなんで。あ、なるほど。石のつるはしが、なるほど。ちょっと変えて、あ、行きますか。石のつるはしをちょっと作って、ちょっと石いっぱいあるんで、ついでに石のクラフトも、うん、なるほど。石の剣とか。石の剣いいですね。そう、つるはし、とりあえずつるはしかな。つるはしを2個作って。剣もありますよ。あ、剣も作るとかね。剣も作る。おーし、おお、ストーンソード出ました。そう、アップデート、アップデート。よし、これで、なるほど。ちょっと肉とかも入れとこうかな。やっていきますか。じゃあここら辺でまたダンジョンのとこに皆さん戻りますので、また後でお会いしましょう。お会いしましょう。お会いしましょう。はい、戻ってきました。クラフトを終えた我々が。あ、でもいないね。あ、いない。いなくなってるね。え、落ちた、死にます？いや、死にはしない。クモの巣があるな。クモの巣があるね。え、糸取れないんですか？あ、どうやったかな、取れるかな。え、取りましょう。取りましょう。ちょっと。とりあえずじゃあ降りていく感じで。降りていきましょうか。これがまっすぐは。降りれないかな。ちょっとじゃあ階段を。ジャリーも手に入りました。ジャリーも見えました。お、どうでした？あ、来た。え？来た。これ何？これ明るい。何これ？なんかジャングルみたいな。え？何これ？人工物？え？何これ？え？マジなんすかこれ？やばい。スーパーマリオ感すごい。あ、やめた。ほう。どうしたんですか、リーダー。その方はちょっとあんまり見たことない景色やな。リーダーすら見たことない。やばい。新鮮っすか。新鮮っすよね。ちょっと、マリオ。明るくしようか。ここを拠点としつつ。なんですか、このドアみたいな。なんか結構。すごい。なんかいた。なんかいたぞ。泳いでなかった、今。なんや。泳げなかった今。ちょっとなんかめっちゃおもろいマップ、これ。男女すごい。ええー、おお、すごい。やばい。炭鉱かこれ。あっぽいですね。あ、雲。あ、これじゃん。これ来ました。やばい。釣り竿ってかめっちゃおもろい。おもろい。こんなおもろいマップ。あ、いろいろあるね。何これ。おお。めちゃくちゃおもろい。あ、なんかちょっと待ってください。おこれ なんすかこれ。こっちにしようか、これはね。エメラルドじゃない。え、サファイア。サファイアだ。サファイア。答えはラピスラズリー。やばい。お宝や、宝石や。やばい。エグボリ。うわ、すごいマップ。結構なんかいろいろあるね。なんか。ありますね。ちょっとね、じゃあ、はい、掘っていきましょうかね。これですか。はい、原鉄。原鉄。お、あ、さっき言ってた鉄。そう。いっぱいありますよね。いいっすね。え、これ鉄も手に入って、しかも釣り竿もあと2つ。蜘蛛の糸が。蜘蛛の糸あと。おお、やばい。1つ。うわ、今日釣り編行きたいな。釣り。釣り。うわ、
てかすごいですね、このなんか廃校かな、廃校、廃校っていうところかな、炭鉱、うん、すごい、ね、ここはね、でも危険がいっぱいなんですよね。うん、ああ、そうなんですね、くしくも危険がいっぱいの場所に来てしまいました。そう、なにこれ、生きてか、え、みかん、なにこれ、みかん、みかん、みかんではない、なにこれ、え、やばい、なんか、暗くなった、え、なんすか、なんだこれ、グローベリー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 、一体これは、行き止まりか、行き止まりやね、あ、行き止まり、あ、戻ろうか、戻りましょう、ワクワクしますね、チキンって、金あるんじゃないですか、あ、確かに、金、金、ワンチャンダイヤ割れかもしれないです、え、うん、炭鉱さん、ダイヤなんかこんな俺らペーペーが手に入れていいんですか、いいんすか、すごい、こっちやね、こっちは美しい、ああグローベリー、グローベリー、グローベリーのたくさん、え、なんか今なんか見ました、なんかあの奥なんかないですか、ほら、あ、なんかあれ、あれなんやろ、滝、うわ、なんかワクワクする、こう魚とかどうですか、あ、あ、雲、あ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 、2つ目、おい、おい、お、手に入ったよ、やった、釣りができる、釣りができる、これ釣りができるよ、え、もういいんすか、もう釣り座作れちゃうんで、ええー、じゃあどうします、一回戻ってここちょっと置いときましょうか、このここちょっと探検編はまた置いといて、ね、あ、え、ん、なんかおるぞ、なんかいて、めっちゃ来てます、何やあいつ、ちょっと一回やめましょう、一回釣り編にしましょう、ちょっと置いときましょう、ここはちょっとね、ちょっともうまたね、装備整えてから、そうですね、いつかちょっとソラリスクロール地下帝国探検編もちょっと行きましょう、なるほど、じゃあ地上までちょっと時飛ばして、うん、はいはい、うちに戻ってきました、戻ってきました、ということでついに念願の釣り竿、釣り竿ができる、できるというわけで、あ、これですね、作りましょう、おい、あ、できちゃいましたよ、やったー、でこれでね、もう我々は水があればどこでも釣れる、もうこれでも結構もう何でもできますよ、釣り、本当ですか、釣りもう何でも釣りますよ、いや、もう釣り竿だけで、釣り竿で、あ、釣り竿だけで、え、餌もいらないんですか、餌もいらないです、いらない、ちょっとリーダーやってみていいですか、やりましょうか、ちょっとじゃあ山下、僕ここから操作してみます、はい、釣り竿で、釣り竿で、行きたいよ、あー、いいよ、行きたい、ちょっと締めとかないと、え、あれ、もしかしてあの鶏死んだ、俺らの体、あー、悲しい、羊か、え、ここの沼地でいいんですか、それの沼地でいけるかな、いけると思いますけどね、え、じゃちょっと、まあ、そこで追って、ここのちょっと出てるところでやります、で、ZL、 ZL、 おお、え、これどうしたらいいんですか、で、多分そう、来るんで、はいはい、で、はい、あの下はこれ ZL、 ZL、 失敗、失敗、あー、いや、おもろい、おもろい、ルアーが反応したら ZL、 ZL かな、なるほど、なんか3人でリアル釣りも行きたいですね、行きたい、やった、あ、来た来た来た、これ見ましょう、ええ、フグフグフグ、うわあ、いや、おもろすぎる、マジもう一回いいですか、もう一回です、いやいいね、なるほど、何が、うわ、来た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 、いこい、お、なんか違うやつだぞ、なんだ、うわー、タラ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 、やばい、じゃあ藤君も一回行きますか、ここ ZL 押してもらうな、 ZL を、 ZL を押す、押す、もう一回、もう一回、よしよしよし、はあ、ちょっと3人で釣りも行きましょう、いつか行きますか、リアルでも行きましょう、うん、釣りをして、あ、来た、あ、来た、おい、来たっすね、え、エクソなんだ、なんだ、タラ、生のタラっすね、タラタラタラ、ちょっとリーダーもちょっとタラ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 してタラのねえよってあの困りますよ、あの、お菓子も好きな駄菓子をあげていきましょう、はい、1個、僕はキャベツ太郎です、あーいいな俺なんかコーンポタージュのやつ、あーいいな、んかあるよね、あるっす、リーダーなんか豚麺とか欲しかったよ、ね、あー豚麺いいな、確かに2位は俺、じゃあビッグカツ、ちょっと待って、あー取られた取られたかぶりなしなんで、これ駄菓子か、うまい雑、あ、あ、うまいわ、確かに、あ、あれ早すぎたか、あらら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 、リーダー、おや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 、うまい棒いいね、うまい棒うまい棒いいね、うまい棒のじゃあ一番いい味は、
僕はサラダ味です。あっ明太。ああ明太。これコンポタやな。ああおどうぞ。確かにコンポタはうまいよ、うん、いいっすね。今度なんかやりましょうか。好きな駄菓子さんベストシーン。あっおいおおおえこれタダじゃないですか。タダね。これってもしかして場所によって釣れるの違うとこあるんですか。そんなことはない。どうやったかな。あるかもしれないですけど、まあでも大体似たような内容だと思いますけど。なんかここ濁ってますよね。ちょっと濁ってますね。確かに海ないです。海ではないですね。海ではないぞ、うん、沼かな。沼。なるほど。沼でタラが今釣りしやましたが。僕はねあんまね釣りの才能がないんでね。ドラムの才能ありますから。あ、来ました。才能ですね。よし。お、え、ちょっと待って違う。違う。何これ。はい、どう。ああ、生鮭。はあ、来ました。ということで、ということで、トラスクロックが釣りをできるようになりましたと。皆様の応援のおかげで。じゃあ今回はフグと。生のタラと生鮭を出ました。出ましたね。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。また次回じゃあ海で釣りする編みたいな感じで行きましょう。ですね。それじゃあまたねー。またねまた次回バンドの曲も聴いてみてね。